福岡県。福岡県は、日本の九州地方にある県。県庁所在地は、福岡市。2017年現在、の人口は約511万人で、全国の都道府県中9位である。九州地方北部に位置し、九州地方の県では最も人口が多い。県庁所在地の福岡市は、九州地方で最大の人口を要する都市である。 福岡市と北九州市の二つの政令指定都市を抱え、いわゆる三大都市圏以外では人口密度が1000人、キロメートルを超える唯一の県である。北部は日本海、響き灘、玄海灘、東部は瀬戸内海、須央灘、筑後地方は有明海に面している。県の中心部を筑紫山地が連なっており、筑後川、矢部川、恩賀川、流域、 宗形地域、建築地域では平野が広がっており、水田地帯が多い。玄海灘の域や津島を挟んで大韓民国があり、同国南部の主要都市である富山までは、福岡市から直線距離で 200km 程度である。また、中国の上海市までは同様に 850km 程度といずれも東京より近い。これらの事例のように、 近隣諸国の主要都市が、むね1 0 0 0トル圏内に存在するため、博多港、福岡空港、北九州港、北九州空港などから、韓国や中国、台湾などのほか東南アジアの主要都市への航路が多く設定され、これらの地域からの観光客が増加傾向にある。福岡県の東西南北それぞれの橋と、 都道府県会の未確定部分に仮の境界線を入れて求めた重心は以下の位置である。北端は沖の島の割り花、南端は三池港のキロメートルアルミニウムの工場、東端は国道10号と国道212号の交差点の南東付近、西端は江戸市島。また統計局の平成22年国勢調査によると人口重心は飯塚市の内中にある。 日本海に面しているが一部を除いて、全般には太平洋気候区に属し、温暖である。福岡県による地域区分では、以下の四つの地域に大きく分けられ、さらに十五の県域に区分されている。ただし、これは地域区分であり、都市圏による区分とは異なる。また、県内には二十九市、十一郡、二十九町に村がある。 市町村数60は、全都道府県中北海道、長野県、埼玉県に次いで、第4位、2010年、平成22年2月1日現在であり、同、第29位の面積に比して多いと言える。ただし、平成の大合併によって、2003年、平成15年3月31日の時点では97あった市町村数が38%減少しており、特に、 筑後地域では、2005年、平成17年2月4日までの26、市町村から12市町までに減少している。なお、町の読みは、恩賀町のみ、町、他はすべて、町。村の読みはすべて、村。2010年、平成22年と2015年、平成27年の両国勢調査を比較すると、県全体としては3万903人の人口増となっているが、 福岡市やその周辺の市長で人口が増加傾向にあるのに対し、それ以外の地域は概ね人口が減少傾向にある。地名、福岡は、かつて、筑前国域を治めていた黒田市が築城した、福岡城、福岡城の由来は、黒田市ゆかりの備前福岡、岡山県瀬戸内市にちなむという説が有名だが、ゆかりの地としては、関係が希薄なため、 福崎の丘陵地に築城したため、福岡城としたという説もある、と言われている。福岡県は、中国大陸や朝鮮半島に近いという地理的条件の影響を受け、古代より多くの交易、または侵略の歴史に富んでいる。弥生時代、稲作が日本で最初に連来した地と言われている。儀式和人伝によれば、現在の福岡市西区。 糸島市のあたりに糸国が存在し、現在の福岡市博多区のあたりに、那国が存在したと伝えられる。那国については、江戸時代に東島の農民により、金印が発見され、実在が確認されている。また同書に書かれている中国の皇帝から、親際王の金印を授かった女王卑弥呼が統治した、邪大国も福岡県など北部九州に存在したと、 する説が唱えられているが、これについては、近畿地方にあったとする説と、真っ向から対立しており、いわゆる、山体国論争となっており、現在も解明されていない、両説に含まれない他地域にあったとする研究者も、少なからず存在する。展示庁の初め頃、六百六十年代の初めに、白月の絵の戦いに敗れ、東や白木の連合軍が来襲するやもしれないとして、 九州の防備を固めるためや管轄のために太宰府が置かれ、大友旅人や山上奥良、菅原道真が有名である。日本の文献に記述される時代になると、筑紫国と報告があったようである。七世紀末に筑紫国は筑全国と筑後国に、報告は武全国と文後国に分割された。現在の福岡県の県域は、律令制における、 地区全国、地区五国の全域と、部全国の一部である。農業産出額では、全国16位と、いわゆる農業圏ではないが、種苗、苗木等の産出額が、日本一であるほか、博多豊の家や、天尾、ブランドに代表される、産出額全国2位のご、同じく全国2位の小麦、同じく3位の菊などが主要産品である。また、 火の光、夢つくし、つくしろまんなどの県産米も生産されている。博多版のおねぎと呼ばれる小ねぎも県の特産品として全国的なブランドになっている。北には玄海灘、響き灘、東に、スオ灘、南西に、有明海,海があり、玄海灘、響き灘では、サバ、アジ、イカ、ヒラメ、フグなど、スオ灘ではカレー、ヒラメ、クルマエビ、 渡りガニやカキなどの貝類、有明海では、海苔養殖が主力で、その他有明海特有の魚介類なども水揚げ、されている。2003年、平成15年度現在、223,222 22ヘクタールの森林面積があり、その58%が人工林、天然林は20.3%である。出展、福岡県林生化、森林、林業白書、 地区法地区に、地区法丹田が、か谷地区に、か谷丹田が、大牟田地区に、三池丹田があり、明治から昭和の高度成長期の頃までこれらの丹田地域に、炭鉱が数多く存在し、多くの石炭が採掘され、活況を呈した。しかし、1960年代に国内の主要エネルギーが、石炭から石油へと転換すると、炭鉱の閉山が相次ぎ、 1970年代までに、筑豊丹田とカ谷丹田の炭鉱はすべて閉山し、最後に残った三井三木炭鉱も1997年、平成9年に閉山して、福岡県内から炭鉱が消滅した。筑豊東部の田川市線備地区や河原町の河原岳などで、石灰石が採掘されている。工業都市北九州市では、官営製鉄所、現、 新日鉄住金や田製鉄所を中心に、鉄工業、製造業が盛んになり、井出光商会、現、井出光興産、戸ば大物、の、現、日立金属、日産自動車の源流企業や、浅野小倉製工、現、新日鉄住金や田製鉄所小倉地区など多くの企業や工場が集積し、北九州工業地帯と呼ばれるまでに発展した。 その後、エネルギー資源の転換や、東アジアの素材産業への対等により、産業構造の転換が求められてきている。現在でも北九州市には、トトや安川電機などの大手製造メーカーの本社がある。ブリジストンの創業地である、久留米市は、ゴム製品の製造が盛んで、他にもムーンスター、朝日コーポレーションと、ゴム加工品メーカーの工場が多く所在している。 かつて、三池炭鉱で産出される石炭を背景に、石炭化学工業が栄えた大牟田市には、三井化学を中心とした三井グループをはじめ、関東科学などの科学工業を中心とした工場があるほか、最近では環境リサイクル産業関連の工場が進出している。筑豊地域では炭鉱が閉山した後、工業団地を造成し工場の誘致を進めており、 トヨタ自動車九州、宮赤市や、麻生グループ、本社、飯塚市の拠点がある。福岡県では、愛知県に着く自動車製造拠点にする構想を推進しており、現在日産自動車の子会社である、日産自動車九州、日産車体九州と、トヨタ自動車の子会社である、トヨタ自動車九州の3社が車製造工場を創業している。2005年、 平成17年には、神田町に、トヨタ自動車九州のエンジン工場が創業を開始し、2008年、平成20年には、北九州市に、トヨタ自動車九州の部品工場が創業開始したか、久留米市にも、ダイハツ工業の子会社であるダイハツ九州のエンジン工場が進出した。また、九州は、シリコンアイランドと呼ばれるように多くの半、胴体製造工場があるが、 行橋市や宮若市にもローム、福岡や東芝 LSI の工場がある。中央資本の大手ゼネコンが主流だが、旧電工、本社、福岡市など、売上高に0円を超える企業もある。その他、数多くの中小建設業者がおり、県内総生産では約1兆円の規模である。福岡県内における、 第三次産業が全産業に占めるシェアは80%と極めて高い。福岡県における商業は福岡市を中心に九州、沖縄全域に発展しており、九州、沖縄において福岡県の占める割合は事業所数33.2%、従業者数37.9%、年間商品販売額51.9%であり。 特に卸売業の年間商品販売額においては約6割のシェアを占めている。小売業では福岡、天神など九州最大の商業集積地を有しており、近年の商業施設の充実や高速道路網の整備等もあって、福岡都市圏の消費マーケットは九州、山口全体を証券とする規模にまで拡大している。また、都市部郊外にはショッピングセンターも増え、 都心部との競争も激しくなっている。九州地域における福岡県の販売額は大きい。福岡銀行や西日本シティ銀行など福岡市に本店を置く地銀があり、共に九州全域に支店網がある。福岡銀行は福岡フィナンシャルグループ本社福岡市に属しており、同グループの主要主会社は他に熊本銀行9、旧、 熊本ファミリー銀行、神話銀行がある。また、同グループは総資産で横浜銀行を抜き、地銀トップである。西日本シティ銀行は福岡銀行とほぼ同等の規模を保っており、子会社に長崎銀行、福岡辞書、九州カード、九州リースがある。また、2011年、平成23年10月3日には九州内にある。 山口銀行の支店網を引き継ぐ形で、新しく北九州銀行、本店、北九州市が山口フィナンシャルグループによって設立された。その他、福岡中央銀行、本店、福岡市、筑豊銀行、本店、久留米市があり、信用金庫などは地域単位で存在する。中央銀行である日本銀行福岡支店は九州、 沖縄8県の取りまとめも行っており、定期的に九州単館を発表している。キャナルシティ、博多やマリノアシティ福岡、リバーウォーク、北九州などの複合商業施設を手掛ける九州最大のデベロッパーである福岡事所、本社、福岡市などの不動産会社が知られる。また、東京や大阪など県外に本社がある業者も支社を多く置いており、オフィスや 住宅の開発などを積極的に展開している。情報通信業では IT ソフトウェア関連のサービス業が伸びており、その多くが福岡市内に集積している。また最近では自動車産業の北部九州への進出とは別にソフトウェアや設計を専門とする系列企業の福岡市への進出が進んでいる。すでにトヨタ自動車、日産自動車、 ダイハツの各関連企業の進出が決定しているが、福岡市への開設の理由として、情報網や交通網の充実に加え、九州大学など県内の工学系学生の大半が同市に集中していて、優秀な人材に恵まれていることが挙げられる。現在、福岡県内では、将来に向けて学術研究機能、産業機能の高度化を積極的に取り組んでおり、 北九州学術研究都市や九州学術研究都市構想計画などがある。また、三観学連携による財団法人北九州産業学術推進機構や九州大学学術研究都市推進機構を設立し、北九州市若松区、響野や福岡市西区の糸キャンパスを中心に指摘クラスターづくりの構想があり、新産業の展開を目指している。 福岡空港は日本西部地域の拠点と位置づけられているが需要が逼迫しているため今後のあり方について検討が進められている。その避難先としても期待される北九州空港は国内でも数少ない24時間常時運用空港。いずれも国直営の第二種空港として指定されている重要な空港である。旅客輸送を行っている鉄道を記す。 中心となる駅は、JR は、博多駅で、私鉄は、西鉄福岡、天神駅となる。駅一覧は、各路線の項目を参照。離島航路、同一市町村内の航路、福岡県外への航路、長距離フェリー以外、長距離フェリー、国際航路、韓国、釜山航域市への航路、一般路線バスを運行する事業者を以下に記載する。運行市町村は、 各社の項目を参照。高速バスのみ、コミュニティバス等の受託のみの運行事業者は除くまた、蒸気以外のものは、下のリンクを参照。東京、神奈川、大阪に次ぐ多くの利用がある。福岡地域地区法地域、北九州地域地区法地域、福岡地域、北九州地域地区法地域区法地域、以下の一覧記事を参照。共同、時事、共に、 福岡市に死者を構え、県内各地に支局などがある。朝日、毎日は、福岡都市圏周辺地域の販路拡大、取材拠点拡充などのため、福岡本部も併設されている。朝日新聞は編集、制作などはここで行っているため、福岡市が実質的な本社化されている。読売も元は、北九州市にあったが、同様の理由でこちらは社屋を福岡市に移転し、 北九州には総本部が設置された。西日本新聞は北九州都市圏での取材及び営業機能強化などのため北九州支社を北九州本社に組織変更した。産経新聞は西部本部旧九州山口本部2009年平成21年4月発足。九州総局を県務が福岡市にある2009年 平成21年9月30日付けまでは、締め切り時間の都合上、夕方18時締め切りの大阪本社発行の第六版を配送していたため大半の記事内容が1日遅れとなっていた。また、当時は販売店を持たないため、駅売りやコンビニエンスストア等での販売などはされおらず、西日本新聞、北九州地区を除くと毎日新聞、北九州地区のみ、 の販売店が委託販売だけをしていた。その後2009年、平成21年10月1日付の紙面から、毎日新聞西部本社の佐賀県都市市毎日、新聞九州センター、都市印刷工場で、産経新聞九州、山口特別版、紙面は、東京本社版ベースの委託印刷が行われ、駅、コンビニ売りの販売も始めた。産経スポーツについては、 産経新聞九州、山口特別版を創刊させた2009年、平成21年10月1日以後も、同本部自社による発行や、現地印刷はしていないが、天神駅、博多駅、小倉駅では、お昼頃から、大阪本社発行版が売られている、中央競馬のみ、西日本スポーツと提携して、同じ内容を掲載していたが、2013年、平成25年4月より、 中日スポーツと提携し同じ内容を掲載することとなった。また、夕刊市の夕刊富士も同様で、大阪本社発行の早番イコール A 番が午後4時頃から、博多駅、天神駅、小倉駅など一部ターミナルの即売として発売されている。また産経エクスプレス、富士産経ビジネスアイについては、九州では宅配、即売とも発売されていない。 九州スポーツは東京スポーツ系列であるが、有観誌としてではなく、長観誌として販売している。日韓スポーツ西部本社は、読売西部本社に続いて、2007年、平成19年に本社を北九州市から福岡市の朝日新聞福岡本部が入居するビルに移した。またスポーツ日本西部本社も2010年、平成22年に、 長らく本社を置いていた北九州市から福岡市の毎日新聞福岡本部が入居するビルに全面移転している。またデイリースポーツも九州地区の発行拠点はないので新聞販売店などでの宅配扱いは行われないが近畿地方地域向けの新聞が福岡市、北九州市など一部ターミナルの即売として発売されている。 NHKTNC 以外の民放局は、佐賀県、TNC は、山口県及び TVQ は、佐賀県と山口県、長崎県、熊本県及び大分県も取材対象地域としているほか、佐賀県内と山口県西部及び長崎県、熊本県、大分県の各一部でも直接受信や、CATV 経由で視聴可能コミュニティ局以外は、 佐賀県でも昼夜通して聴取可能。福岡県では地域によって使われる方言は様々である。いわゆる郷土料理ではないが、久留米市は焼き鳥店が多く、人口比で日本一とされる。福岡県は公営競技4種である競馬、競輪、競艇、オートレースのすべての競技場が揃っている珍しい県でもある。他に4種揃っているのは埼玉県のみ。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。